生きただの墓、生きただよ教皇5年8月1日は、岡山藩筆頭画廊。生家五代当主。通称は正元。主君は、池田綱正、次生。中儀は、生家初代。中字の次男、幸王初代とする文家の四代目であった。実父は、生兵庫高知。実母は、宗家四代、忠だの姉、豊。は三五郎。元服して、 通称を正元と名乗った。おじのただちかに着手がなかったため、元六十四年に養子に迎えられ、家督を相続する。行き系の分家はここで廃絶となった。正室は、池田お久久の娘であったが、元六六年に没した。正室との間に子はなかった。正室没後、吉岡氏の娘を五歳に迎え、二男五女を設けた。法永元年、岐阜、ただちかが没した。 去年五十三、法営年間、治療地の福谷村に、神殿開発を行う。享法五年八月一日、病没、去年五十二。五十歳を過ぎた頃から、病気がちとなり、着死忠沖に仮お及び三代四代の眠る戦力山ではなく、長島に墓所を造営するよう命じた。忠沖は、父の遺言通り、岡山市東区瀬戸町で、ダビンに不死。 長島に埋葬した。忠興が六大当主となった。法名は、少女院伝、名誉れ上昇光年大古寺。墓所は、生き長島墓所。ありがとうございます。